リテイク版ウルトラセブン第5話消された時間論争エメリウム光線 VS エメリウム光線アーンド謎の必殺ポーズとは。どうもミエティです。アーンドウルトラオヤジです。ねえねえウルトラオヤジさん、ウルトラセブンの必殺技といえば何を思い浮かべますか？セブンの必殺技といえばアイスラッガーにエメリウム光線にサイドショットと、なかなか選べないですな。確かに初代マンガスペシウム光線が代表的な技であったのに対して、セブンの技はエメリウム光線を筆頭に技が豊富で名前もよく知られていますね。ところでセブンには有名な、みんな知っている謎の必殺ポーズはご存知ですか？ん？エメリウム光線じゃないんですか？ウルトラオヤジさん、エメリウム光線は正しくはエメリウム光線らしいですよ。ということで今回の第5話のリテイクでは、ヴィラ星人に放たれた謎に有名となったセブンの必殺技から、マツコも知らないウルトラセブンのおもちゃの世界までを語ってまいります。この動画は配信済みのセブンのエピソード回ですが、新しい裏話を中心に視聴者様からいただいた新情報などをもとに新しく動画をリテイクしたものです。前回の動画とは内容は違っているので、過去動画も合わせて見てもらえるとより楽しめるのでおすすめです。セブンなり5番のあらすじだぞ。基地に超遠距離レーダーをセッティングするため湯島博士が訪れる。ところが湯島博士はヴィラ星人に意識を乗っ取られてしまっていた。もろも手段は見抜くが、逆にスパイ容疑をかけられ牢屋に入れられる。レーダーが破壊された隙をついてヴィラ星人の円盤軍が地球に襲来。危うし。その27、謎に有名な必殺ポーズ。ウルトラセブンといえばこの謎にみんなによく見たことある必殺ポーズがありますよね。ヴィラ星人に対して使っていましたな。図鑑などではストップ光線と呼ばれている技ですね。よくフィギュアでもポーズが再現されていますな。でも正直技としては地味ですよな。なぜこのポーズは人気が高いのですかな。ウルトラセブンは少年マガジンにて先行して放送内容が紹介されていました。特にこのストップ光線のポーズは新番組ウルトラセブンとしてマガジンの表紙を飾り、世の子供たちが初めて見たセブンのポーズでした。これを見ればウルトラマンのスペシウム光線のようなセブンの代表的な必殺技のように思いますな。ところが世の子供たちの予想を裏切り、放送開始して必殺ポーズはなんと第5話まで登場せず、さらにヴィラ星人のとどめを刺す大技でもない、なんともシュールな結果となってしまったのでした。なんとエメリウム光線とかアイスラッガーじゃなかったのですな。だから親父さんエメリウム光線です。まあエメリウム光線もアイスラッガーも写真を撮るポーズには向いてはいませんね。ミエティさん、突然エメリウム光線をなぜエメリウム光線とこだわり出したんですか？それを聞きますか。その28、論争、エメリウム光線かエメリウム光線なのか。現在セブンの額から放たれるこの必殺光線を図鑑やゲームではエメリウム光線と表記されて、私自身も最近まで正直エメリウム光線と思っていました。視聴者アンケートでもエメリウム光線が大多数でしたな。中国人のファンの方からもツイッターのリプにエメリウム光線が当たり前だよと国際的な意見ももらったのですが、どうやらもともとはエメリウム光線だったそうです。国際的にもエメリウム光線が浸透しているのに。ウルトラセブンの脚本のとがきにはエメリウム光線という記述で書かれているのです。とはいえセブンの劇中でエメリウム光線というセリフを隊員の誰かが口にすることはなかったので、結局雑誌や図鑑を通してエメリウム光線が広く浸透してしまったのではと推察しています。ということはブログや SNS でエメリウム光線をエメリウム光線と書いているかでセブンのマニア度がわかるのですな。うがった見方をするとそうなりますね。少なくとも脚本や研究書籍を読んだ経験のある方なのでしょう。私も尊敬します。ウルトラマンエースでヤクールはちゃんとエメリウム光線とか言ってますね。異次元人さすがですな。まあ
そんな話をした後になんですが、エメリウム光線には A タイプと B タイプがあるのはご存知ですね。 A タイプは指をチョキまたは2本指を閉じておでこに当てて発射するポーズですね。昔幼稚園でウルトラじゃんけんとか言って A タイプのポーズをしたかすかな記憶があるくらい一般的に知られるエメリウム光線のポーズですが、本編では後半から出てきて回数も意外と少ない気がします。光線の威力と太さも A タイプの方がなぜか強そうな気がしますな。次に B タイプですが、どちらかというとこっちのポーズが多く見られますね。個人的にはこっちの方がスマートで好きです。最近とあるイベントでこの腕を前にしたポーズをアイインとか言われて散々にいじられていましたな。ちなみに第24は鍛え変えれにて暴走したウィンダムに腕組みしてビームを放ったポーズを C タイプとしたり、ダリー戦にて額に手を当ててビームを放ったのも同じエメリウム光線と分類するなど、いろいろと幅の広いバージョンを持つ光線技ですね。次回はアイスラッカーについて聞きたいですな。その29、ダンは湯島博士に何を言われたのか、永遠の謎。ウルトラオヤジさん、第5話を見ていてあれと思って前のシーンを見返したところなかったですか？そうなんですよ、ミエティさん。問題のシーンは夜が明けてホテルから湯島博士を地球防衛軍基地まで車に乗せて送迎する諸星団。あれ？諸星団の無免許運転。いえいえ、そこではなくて、車の窓の景色は早く動いて明らかに車は動いて見えますが、この時すでに免許があったとかなかったとか何度も話題にしたので、そこはもういいでしょう。問題なのはダンのセリフです。この男本当に湯島博士なのだろうか。いや間違いない、前に写真で見たことがある。しかしなぜあんなことを言ったのだろうか。僕が宇宙人だということを知ってたのだろうか。まさかそんなことはありえない。いずれにしても注意しなければ。果たして湯島博士から何を言われたのか聞き逃したと思って前の展開を何度見返しても謎なのです。なぜあんなことを言ったのだろうかって何のこと。ダンのセリフが意味不明なのは次のようなシーンが丸々カットされてしまったからです。翌朝ホテル正面玄関ポインター、走ってきて止まる。下車するダンとアンム、湯島博士とフルハシタイインが出てくる。おはようございます。いやおはよう博士。ダンの顔をにらみつけるように見る。ダンも博士の顔をじっと見る。視線をそらす博士。博士よくお休みになられまして。まあね、でも疲れていたせいか夢ばかり見ていたらしい。博士のような優れた科学者ってどんな夢をご覧になるのかしら。いや僕は当たり前のつまらん夢ですよ。そうだ、昨夜は宇宙人の夢を見たな。地球防衛軍に一人だけ宇宙人が紛れ込んでいてね、そいつが僕の仕事を妨害するんだよ。ダン、ギクッとなり表情が変わる。フルハシタイン、ボディーガードの職務怠慢よ。冗談じゃない。いくらウルトラ警備隊でも博士の夢の中までは警備できないよ。ダンは偽の湯島ダイオードの取り付けで疑いをかけられる前から湯島博士とバチバチの状態だったのですな。どうやらカットされた理由は何も番組の尺に収まらなかった単純な理由だけでなく、特撮シーンに時間の尺が優先されたからみたいですね。何せこの回の監督は円谷英二の息子、円谷はじめ監督ですしね。その30、円谷英二に次ぐ天才円谷はじめとは。円谷はじめって名前からすると円谷プロを作ったあの円谷英二監督の子供ですかな。そうです、円谷英二の息子であり円谷プロの2代目社長です。円谷プロの経営面だけでなく9、初代マンのメイン監督、そしてセブンでは第1話の監督を務めた円谷を代表する監督の一人です。とはいえセブンまで TBS の社員だったのは驚きです。なんとサラリーマンをしながら監督をしていたの。それも別スタジオで2つのドラマを同時監督していたりもしていたそうです。 AT の山と竹志並みの忙しさですな。とはいえそれまでゴジラなど映画館でしか見ることのできなかった特撮ドラマを毎週テレビで見れるようにしたテレビ局社員としての円谷はじめの成果は偉大ですね。ウルトラを超えて3
本のテレビの歴史に名が残る偉業を果たしたのが円谷はじめ監督なんですな。円谷プロとしてもちょうど会社が買えちゃうくらい高額だったオプチカルプリンターという合成の編集をする専用機械をテレビ番組のために購入しちゃったところ、番組の企画がフジテレビで挫折しちゃっていたのでありがたい話だったと思います。危うく倒産しかけていたのを円谷はじめが円谷と TBS と架け橋になって救ったのですな。円谷はじめは監督としても父エイジに負けない実験的アイデアを積極的に取り入れていました。クール星人やビラ星人のように足のない草原と呼ばれる巨大なマリオネットは円谷はじめの意見によるものではと言われています。口のヒゲのような部分も細かく動くビラ星人の演技は細かいですな。その31、幻の2名のウルトラ警備隊隊員。親父さん、ウルトラ警備隊は全員で何人いますか？あれ？6人ですよね。6人のウルトラ警備隊隊員全員が湯島博士をホームで出迎えるシーン。なぜか湯島博士が降りてくる階段の上に2人のウルトラ警備隊のユニフォームを着た人がいるのには気づきました。幻の2名のウルトラ警備隊隊員ですか？それとももしくはビラ星人の手先かもしれませんね。これには出演者も誰かわからないと言っている若干ホラーな話なのです。マータですか？セブンの画面に映っちゃったヤバい心霊的な映像はあと1枚あるのですが、それはずっと先に撮っておきましょう。その32、ウルトラセブンのおもちゃの世界。最後におまけの話なんですが、今日冒頭で話したウルトラセブンのこのストップ光線のポーズは今でもフィギュア化されてファンにはおなじみなのですね。ウルトラセブンの放映開始された1967年10月にはセブンのおもちゃ、お菓子や薬のパッケージなど関連商品があらゆるものが発売されていたそうです。今のジャンプの企業コラボ戦略みたいなものですかな。ウルトラホークやポインター、マグマライザーのような超兵器は単体どころか発射基地がセットで売られていたり、商品は豊富にありました。最終回の秋尾少年の秘密基地にあったウルトラホークには欲しいと思いましたな。ただそこは昭和なのでこんな謎の色をしたポインター号とか宇宙ステーション V3 から飛び出すウルトラセブンとか愛嬌がありますな。昔は単色とか本物とは違った色をしているのは当たり前でしたが、今はガチャガチャでも色がちゃんとしすぎてすごいですな。他にもセブンが三輪車に乗っているこんな謎に可愛いやつとか昭和ならではということでしょうか。ということで今回の動画は以上です。あれ、ソフビについては話をしないのですか？ウルトラのソフビはね、奥が深すぎるのでまた改めて語ることにします。よかったら過去動画の第23話にて丸さんの歴史について語っているので、よかったら見てください。あと第5話の過去動画でも諸星団のセリフの謎や円谷はじめ監督についてより詳しく語っているので、ぜひ合わせてみてください。次回はアイスラッガーのとんでもエピソードと、そしてペガッサ破壊の浮上について深掘りしていこうかと思っておりますので、お楽しみに。このウラトラセブンはブログにてテキストを公開しております。動画の概要欄にリンクがございますので、ぜひそちらも覗いてみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ほなね。